こんばんは。重くて落ちた。めっちゃ重く。怖いな。怖い。すいません、ちょっと鼻痒くてすいません。めっちゃ重いね。なんか急にポってこの星とクッキーが。だいぶ戻りましたね。うん、多分そうだと思う。どうもー。ん、なんだ。ワッキーさん、ありがとうございます。ありがとう。初めてだったけど。おう。公演初めて。生で見るさやのパフォーマンス素敵でした。ありがとうございます。公演初なのかな。なだれ。11月14日。サヤン、あ、サヤンになっちゃった。サヤンって書こうとして。あ、誰、公演もうすぐ終わりなんだ。知らなかったんだけど。ワッキーさん、ありがとうございます。くまー。
だ。知らなかった。今日姫香があともうすぐで終わるって言ってて、え、そうなん？って思って、確か言ってた気がする。そうやって、全然知らんかった。いつまであるのかなーと思ってたら、で続くんかなーと思って、まだ続くんかなーと思った。今日の夜は寒くなかった。昨日あんなに寒かったのに。今日のメイクいい感じかもな。電波悪い？私全然今電波悪くないけど。11月、風が吹かんかったら寒くない？なんかわかんない。公演後なのに、なんかメイクがいい感じ。山口公演、お疲れ様。面白かったです。面白かった面白かった。あ、また今日も山口ね、2日間来れてよかったです。重いだよね。一回落ちたんだよな、さっき。携帯がちょっと抱えきれんくらいの重さ。ショールーム自体？確かにさっきなんかインストールしたけどね。配信つけた瞬間一回動かなくなって、あれ？と思ったらインストール？なんとアップデートかな、なんかしてて、あ、なんか変わったんかって思って、でつけて、着いたわーと思ったら落ちたアップデート、アップデート関係あるかな。
プデートしたら変わる説。結構重いんだろうな全体的に。このルームが重いのかな。私のちょっとオーラですみません。抱えきれてないのかもしれないです。私のちょっとすみません。今公園花が並んでますな。ね。あと222日で2000日。違う計算違う計算あ223かすいません223日で2000日223日ってえ来年の秋秋か。ほぼ1年後ですね。じゃあ夏あと7ヶ月。6月。え早いね。6月。あと半年ぐらいじゃない。7ヶ月とかはそうか半年ぐらいか。2000か。なんかしたいな。みんなが想像つかないような。ことをね。みんなが想像つかないことをしようかな。
お腹鳴りそう。お腹すいたのよ。お腹すいたのですよ。コンビニで買ってきましたけど、なんか二郎ラーメン、でも明日イベントがあるからやめたよ。さすがにやばいかなと思って。でもコンビニのやつは残らないんですよね、そんなに匂いが。残らないけど、今でもちょっとどうしようかなと思ってる。いやでもやめて正解だったかな。やめたいんよ。でも二郎系ラーメンで、ラーメンは最近食べてないから。お、どうしよう。明日の昼ご飯買うの忘れてた。どうしよっかな。でも賞味期限だから大丈夫かなって。明日でも思いますか。卵の賞味期限について、納豆に卵を乗せたいんですけど、大丈夫。いや、数日、一日ならいける。どうしようか。火通したくないな。
大丈夫派と大丈夫じゃない派と半分ぐらいだったからな。わかった。お母やに聞いてみるわ。こういう時のお母やんよ。お母やん分かってる。止まる。今日調子悪いか。しようかな。しようかな。ショールーム、なんかパワーアップ してるもんね。めっちゃパワーアップしてるよね、ほんと。うん。おう。確かに。アニメーションすごい、本当に。こんなにクマヤンがいろんな種類あるのすごいもん。しかもいつも可愛いし。クマヤン可愛い。2000日の頃にはクマヤンはどうなってるんだろう。
6月もう半年後っていうのが結構びっくり。半年後にはもう夏なんだよね。結構すごいことじゃない？今まだ冬始まってない気がするけど、早すぎるよ。冬を楽しむぞ。ループデイ、ループデイだな。戻ったか。おお、ループを経てついに戻りました。治った気がすると。なんで笑ってるの？お腹空いてる。私もお腹空いてる。空いてません。いいことだね。小腹空いてる。お菓子食べて。お腹が空くって本当に幸せなことですよね。今帰宅。帰宅民。なんか食べてください。今夜は肉じゃが、牛肉だよって。美味しそう。いいな。コンビニの肉じゃがを食べてる時期もあったな。最近あるっけ、肉じゃが。でも砂糖ってやっぱあんま良くないのかな。今日みゆくさんが教えてくれた。
砂糖を摂取する私ね、あんま良くないって。ジュースを飲んでる時に言われたよ。これの砂糖はすごいと思うよって。美味しいから。そうですよねって言って、砂糖を飲んだらその後はもうこう下がるだけだからって、いいだからまた飲む。なりました。そういうことかと。だからジュースがやめられないんだなって。でも砂糖も取らないとダメ。あ、そうなんですか。完全に悪いってわけではない。4年ぶり。確かにカフェインもそうですよね。疲れた時の糖分か。どうなんだろうね。もう分かんなくなってきたよ。個人的な管理栄養士さん、あら、また、あら、また、まだ耐えてなかったか。まだループの耐えてなかったか。もうそ、もう終わりか。もう終わりだ。短い時間だったけど、ありがとうございます。
そこをなんとか。昨日チャートリー公演でさやかりんがあのキスは待つしかないのでしょうかのセリフで、あのすみませんってキスしませんかみたいなセリフがあるんですよ。その時にさやかりんがあのすみませんって言ったら誰かがはいはいって誰かが返事してて、ってなったいいですよねえ、そう聞こえたんだよね、私さやかりの子を見よったらの、すみません、はいえ誰か誰かなんか返事しました。しかもなんかもうはいみたいなすいません、そろそろ読むか。髪伸びたな。また伸びました。ちょっと前髪ね途中分けてたんよ そう途中でユニットの時とか分けた。で、終わってからは前髪直した。もうちょっと分けてる。ちょい分け。お、変わったかな。じゃあ見ますよ。ワッキーさん、キャスパー、あれ、カット。誰かなんかした？調子よかったのに。誰かなんか準備しました？誰かなんか急になんか変えたでしょ？なんか
録画したりしてたらか。ほら今普通やん。誰かよったあ、もっとほら思っとくないあってほら。じゃあ言うよ。ワッキーさん、キャスパー大君、セイヤンさん、ミツルンさん、リョウヘイさん、ロックオンさん、サトルンさん、ユウキニャンニャンさん、ラッキーさん、神戸のヒッキーさん、コッペさん、オーサムさん、アオちゃん、フジポンさん、フッカンさん、ムラさん、マサさん、鳥取太郎さん、マサ太郎さん、ふたてさま、キチネさん、ジンタさん、マナベイさん、台湾のコウさん、ラティアさん、まぼろしさん、イナッチさん、メガバイトちゃん、トキワさん、ユウキさん、イチルさん、カタムツーリさん、ツリケンさん、ホリエモンさん。おおお、何事もなく終わりました。やめた、やっぱり誰かが何か誰かが何かしとったんか、一回目だけ。でも私に言われてやめたんだ。冗談ですよ。サイアンジョークです。サイアンジョークですよ。サイアンジョークですか。スクショタイム。あれ全然ループしないな。あれ全然止まんないんだけど、なんでだ。全然止まらない。全然止まらない。あれ。もう止まったら止まったで寂しいですけど。全然止まらないな。編み込み見せ。
バイバイ、おやすみなさい。おやすみ。